まちゃんこと住吉たまきです。さあ皆さん、私といえばなかなか友達を家に呼ばないで有名なんですけれども、今日はなんとこちらの YouTuber さんに来ていただきました。イエーイ。失礼します。どうもお邪魔します。この動画から仲良くなったってわけじゃないんですけど、うん、結構ねご飯とかも行ったりしてて、うん、今回コラボをすることになりました。あ、本当にお招きいただいて本当にありがとうございます。しょたんはオペラ歌手、歌ったり食べたりしたりしてます。はい、今回私の動画では何をするかっていうと、しおたんが歌ってみたの動画を出してたんですよね、はい、ディズニーのアースラの歌ってみたを出してて、うん、アースラのメイクをしてやっていたので、実際に私にもしてもらって、私アースラになろうかなと思ってとメイクを、全身アースラメイクを大丈夫ですか、紫色になることはありますか？もちろんもちろん、もう私ラプンツェル好きだから、紫大好きだから、壁もピンク紫みたいな、じゃあ体も今日は紫にしていきます。この部屋の一部にってそれではおーチキラ。紫色の顔を何で塗るかですね。アマゾンで買ったボディペイント用の、ボディペイント用、これを水で溶いて、うん、思いっきり塗っていくんですよ、うん、土台はまず塗ってから顔にあのアースラみたいな感じでやっていくんですけれども、はい、ちょっと着替えないとありえるから、うん、着替えてみます。アースラに、じゃあお願いします。はい、わかりました。アースラメイク、おー、ですか。あ、もちろんもうどん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 来てください。失礼します。はい、あ、おお、お、人間の肌じゃない。壁と同化してて壁とこれで外出します。外出え、本当に顔が壁と同化して、待って、写真撮りたい。え、やばい、隠れたまきみたいなお父さん見たらびっくりしちゃうだろうな、ね、今日パパチューブいるんですけど。おかえり。おお、何それ、びっくり。パパチューブ。じゃあちょっと次は影をつけていきます。影、立体的に、はい、頬骨みたいな、頬骨をもう、なるほど、海外メイクみたいな感じで、これもう自分でこんな感じで影つければアースラかなみたいにやったってこと？うん、すごい天才だ。いやいやいや鼻筋ですね。あ、鼻筋、おお、なんと鼻筋が描きやすい鼻なんでしょう、じゃあ眉毛を描いていきたいと思います、はい、お願いします。眉毛は本当、はい、もうきつい感じの、あー、なんかもうアースラって感じの、アースラそうそうそう、まあちょっと黒ではっきりと、うん、はっきりと、はい、なんか綺麗なアースラってすごい、なんか眉毛むずい、ちょっと非対称かも、全然全然、ちょっとこっち向いてください、はい、はい、やばかった、はい、やっぱメイクするとさ、うん、性格って変わるよね。あー、確かに、なんか朝、ぬぼーって感じで起きた時よりも、うん、メイクした後の方が、うん、なんかキッてするから、うん、なんかだんだんアースラになってきてる。やばい、怖いちょっと待って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 私のポーチ待って見てみんなポーチが中山きんに君さん、かわいいでしょ。たまたま、実写は見た？見たよ。めっちゃ良かった。良かったよ、うん、え、字幕？字幕、あ、字幕見たんだ。なんか吹き替えの時間しか合わなくて、うん、最初吹き替えで見たんだけど、これも字幕も見ようと思って、うん、歌声がもう面白すぎて、ね、色味がアスラだ。うお、え、すごい、え、すごい、いつの間にこんなことに、うん、アイラインを引いていこうか。あー、来た来た来たよ、来たよアイライン結構特徴的だもん、それがつい引いて
ラン図ってちょっとしっかり目頭がある感じなのかな、イメージが。これは外歩けない。これで行こう、コンビニ。コンビニやばい。ざわざわどころじゃない、通報されちゃう。つけまつげ行きます。つけまつげ普段つける？つけない。つけないよね。すごいドーンっていう目力が一気に。素晴らしい。すごい。うん、ボソ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 。こんなつけまつげつけたことない。ポッカリップを上から塗ります。グロスでツヤを出していく。おー、すごい黒いグロス。すんごい安かった、何十何円とか。おえー、人食ってるな、これは。人食ってる。そしてほくろだ、ほくろ。忘れちゃいけないほくろ。大きくなっちゃった。あ、でもなんかこんなくらいな気がする。いや、これで顔完成。うわー、完成。うわー、うわー、見てー。この後ですね、髪の毛を銀色に、銀色に軽くして、あと体も塗って、うん、アスラです。お楽しみに。お楽しみに。完成しました。こちらです。じゃーん。私の髪が多かったというか長かったせいで、ちょっとこれが少なすぎたんです。いやこれで髪やったんですけど、なんてやつですか。ヘアガラスプレーワンデイクレイジー。ワンデイクレイジー。ワンデイクレイジーだね。ちょっとね、足りなかったんですけど、まあ、前だけ、前だけね、やって。いやー、すごい強い女で。これしおたんが貸してくれたの。バネッサみたいですね。あ、バネッサ。アスラがバネッサに、や、途中の段階みたいな感じ。段階みたいな。すごい、タマちゃんじゃないみたい。ほんと。なんかさっきちょっと一瞬ね、笑う時があったんだけど、なんかちょっと笑い方がなんかヴィランズになっちゃって、ね、ちょっと怖かった。スイッチ入っちゃった。結構悪いことしちゃうかも。怖い。タマ、タマチューブ。昔は嫌な女だった、魔女と呼ばれて当然。でもこの頃は心入れ替え、いい女になった。信じて。それにちょっぴり使えるマジック、この才能を生かし。いつまでやる。幸せな魂。痩せたい人でも恋したいって人でもどうぞいらっしゃい。いや、なんかすごいアースラーなのにすごいいい声もらっちゃった。いい声もらっちゃった。バッチリ。歌も上手なのにこんなメイクもできて、いやいや、素晴らしい。ぜひ皆さん、あのしおたんの、アースラーの歌ってみたの動画も概要欄に貼ってあるので、ぜひそこからチェックしてみてください。あと、あのしおたん の一緒にね、今日コラボした動画も上がってるので、うん、そちらもね、概要欄に貼ってるので、ぜひ見てみてください。たま、たまーちゅぶ。しおたんでした。ありがとうございました。こちらこそです。とっても楽しかったです。ね、ぜひ今度は歌の、ね、動画も一緒にあげたいなと思うので、ね、すごい上手いので、私もめちゃめちゃ練習しないのなんですけど、いっぱい練習して頑張っていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかこれが普通なんじゃないかなって思ってきた。そうだね、なんか部屋とすごい馴染みで、もうどうでしょうか。